こんばんは、猫背です。ということで今日はライブツアー2024前世のグッズのね、販売日です。と前回から結構余裕持って買えた気がするんで、そこまで心配はしないんですけど、一応ね19時で売り切れとかは怖いんで、前線で戦っていこうかなと思います。で今日はご覧の通りパソコンの方でね、勝負していく形になります。もうねすでにログインもしてありますので、あとは時間を待つのみ。9 8 7 6 5 4 3 2、さあいけ、更新更新更新、始まった始まった。あ、重いか、あ、来てる来てる、あ、帰る帰る。マジじゃ、あ、やばい、ラバ版いきなり、あれこれまだ販売期間なってない。カートにどうやって、あ、こうだ、こう、ここね、はい、カートに入れます。戻って、あ、これも買っちゃおう。一番大きいサイズにして、じゃあ XL、 あ、サイズを選んだな、これ、ヨルシカの T シャツとかパーカーって基本ちっちゃめだからね。あ、やばい、人数制限だって。え、何、あ、ギリ耐えた。ちょっと今怪しいの見えたな。重くなってきてる、重くなってきてる。あ、いたいたいた。ログアウト、なんかログアウトされてる俺。ちょっと待って、ちょっと待って。で、ブックか、あ、出没注意ステッカー欲しい。カートに入れる。やばい、重いか。え、現在のカートの中に商品はありません。やばい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 、あ、やばい、怪しい。あ、間違った、購入手続きに来た。あー、待って待って待って、余計なことすんな。ちょ、やばいやばい、はいはいはい。で、ブックカバー、あれ、鹿のキーホルダー任せていいんだよね。あ、任せていい。お、いけた。あ、ちょうど1万円ということで、僕が買ったのはラバーバンド、グリーン、ブックカバー、出没注意ステッカー、水デザイン、卓上カレンダー、刺繍風 T シャツの5点ですね。いやー、まあ高いね、高いけども、で、まあまあまあ全部を買わなくてもね、まず欲しいのはとりあえず抑えられたかなと思いますよ。と、はい、こんな感じでした。あぶねー、耐えた。現状大丈夫そうかな。なんか最初こそ不安定になったけど、今売り切れとかも特になさそうだね。まあ、タオルは別に会場でいいかなと。はい、ということで、現在の時刻が19時5分ということで、まあ、無事購入できました。皆さん購入できましたかね。もういよいよ前世も近づいてきてるから、楽しみに待ちましょうっていうのと、あとはやっぱり月と猫のダンスの円盤ね、もうすぐ発売なんで、こちらのね、YouTube チャンネルの方では同時視聴枠っていうのをやろうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録してね、一緒によろしく楽しんでもらえたらなと思います。ということで今回はよろしくライブツアー2024前世オフィシャルグッズの、購入競争をねしてみたんですが、意外とあっさり今回も買えました。運営さん本当にありがとうございますという動画でした。